走ろう、ちょっとみんなで。いいよ、まず準備しな。あ、よかったです。じゃあ、それして、タイマーそこに 入ってる。あの、知らなかった。じゃあ2分、ちょっと1個はミッドの準備して。はい、ここです。ハンマーは、じゃあこっち回りで行こう、走るよ。ここです。2分始めます。はい、もう、ゆっくりで、温めるだけだから。はい、こういう時にゴルフにフットワークをね、サイドステップ逆、こっち回り、外回り、内回り混ぜて走っただけ。残り30秒になって、残り30っつって。はい。金ちゃん、ワドの順でミットね。はい、あ、それぞれあのグローブの準備して。はい、セブンディフェンス。ヒラムちゃんに予習したんすか。予習しやがる。セブンディフェンス。じゃあ、あれ、手巻かなくていいの？何もやってきてない。ついてない。うん、大丈夫。あの、今日、ちょっと休みしてください。グローブ、かずめあるから。あの、動ける体じゃないん。連日の話も。蹴るのはさ、体まっすぐに合わせて蹴るわけじゃん。はい、だからまあ立ててもうちょい低くなって、光は高いんだけど、はい、もう、うん、それぐらいで、こうやって、うわ、もうサッカーみたいに、上だ。こっから先ボンって力じゃなくてね、はい、ボンって放り出しちゃう。
すごい。ちょっと合わせて。もうちょい下で。来る瞬間に入れて。来る瞬間に少し。切ってね。それで蹴るのはこれインに入っちゃうとこっちに抜けちゃう。実際はサイドに踏んでこうだよ。はい、そうです。少しサイドにね。はい。から軸足があの回転しないから最初に45度に踏んじゃう。下簡単に返るから。はい。はい。膝から先を踏み上げて。はい。ああ、いい蹴りだ。で、戻す最後ね。最後戻る構えに。はい。まだ力入れて、もっと放り上げる。いい。これ、今から時間ね、1分半かけた。緩急やんなくていいから。はい。適当に左右。はい、じゃあ、ごめん、今から時間かかろう。引いてやれば出るから、開けば、インパクトを作ってバチンって当たる瞬間に切り込んで、蹴りも終わって距離も、あの蹴りが非常にすごくいい。よっしゃ、良くなったな。思いますか。こっちがスイッチって習った。あの左に受けるときスイッチして蹴る。スイッチ、まあ、うん、そうです。はい。やってごらん。やってみますか。こっちから。うん。はい、そう。それでいい。練習した方がいい。さあ。それでいいから。ぎこちなくてもいいから。はい、ナイス。人間の肝臓がこっち側にあるの、はい、だから左緑蹴ると効くんですよ、はい、ね、だから左すごい重要だから、できるだけ、はい、パパパンって、はい、
徐々にね、いきなりいかない体温めるかもしれない。始めます。はい。お願いします。ちょっと。いいじゃん。なんかやってたのいいパンチ打つね。パンチが、はい、コンパクトでいいパンチ打つだけど。え、ワンツー。すいません。いや、脇絞れる、すごいいいフォームだ。はい、もう少し低くしたけど、ね、はい、それぐらいの、はい、いきます。はい。で、力入れなくて膝先飛ばしてみて、うん、ポーンってサッカーみたいな。そうそう、はい、ゆっくりやろ、ゆっくりやろ、うん、軸足返ってる、ちゃんと。はい、左スイッチ入れなくていいから、踏み込んで、はい、踏んで、スイッチ終わりです。もう一回、もう一回、おはようございます。はい、OK。 で、二人とも習ったと思うけど、蹴る足を振って、こっち側を必ず上げとくとね、振って、はい、ワード、お願いします。始めます。はい、お願いします。お願いします。綺麗よくな、パンチな、はい、押さないで、パチン、はい、肩に力入れるな。飛ばしてごらん。サッカー、ゴールキックで。終わりです。ポジさん、早く吹っ切れたっすね。じゃあ、そこ、ゴムつけて。はい。そこは。なんか、カレー粉みたいなの入ってるの。カレー粉どういうこと。カレーの黄色い粉。じゃあ、中のおがくずが、燃え詰まってるの出てきた。アンコワン。さあ、これ次に2分でインターバル20秒。はい。20秒経ったらまた2分。はい。使用時間。じゃあ、プロたちの、金ちゃんにそこの空いてる爪痕を貸してあげて、みんなつけて。そしたら、まずちょっと体を温めるために、
根枯らしっていうのがあってね、そんなにあのまだ顔に当てたりしてないで、だけど当てないんだけどしっかり避けたりかわしたりっていう動作をお互いに向いてね、はい、次のあの人通りになったら今度スパリングやるから、その前にしっかり目を鳴らして、はい、自分でどういう組み立てをするのか考えながらね、はい、大丈夫ですか？今ちょっとこれぐらいでやるんだよっていうのをやってみるから、はい、目鳴らしてね、はい、鳴らさなくていい、はい、もう本当に、はいはい、始めます。で、蹴ってブロックしたらすぐに蹴り返す。こっちもブロックしたら、カットしたらすぐに蹴り返す、ね、これぐらいで、そう、そう、こう体が開いてたら少し当てないようにお互いに当てないように、感じで攻撃が途切れない。これもあった体を温めると目を鳴らすのが、だからもう来てるパンチ来て当たらないからこれじゃダメなんだ。来たら少し払ったり避けたりしながら自分の攻撃を出す。1人2ラウンド、2分で2ラウンドずつ全員があるまでやるからね、はい、最初俺残りで、はい、俺たち1個やって次光と俺、はい、で俺が抜けて光とワド残ってヒンちゃんです。はい、はい、やばいです。あ、ごめん、ワドの前に、あ、いいっすよ、ヒンちゃんで、やばいっす。最後で、じゃあ、お願いします。はい、マウスピースつけてからだよ。始めます。これ光る。あ、最後です。はい。20秒インターバル。これ体温めてね。はい。もう次スパリングだからね。はい。返しをしっかり、はい、そうだ、こっちが蹴るよ、うん、こっちが蹴るからこう45度の外、はい、これだと持ってかれるから、はい、外ね、
外で、うん、もっと蹴ってば今ヒカルはこの辺蹴ってば、はい、この辺でやってんの、はい、じゃない、ここでがすごく蹴るからですよ、まだまだすゆっくりやるよ、あミドルキック、はい、残り30秒ミドルキックスパイク、はい、ミドルキックスパイク、あああ足の位置がもうちょい前、もうちょい前、はい、踏み込んで、もうちょい前、もうちょい前、ここでやってたい、はい、そしてそうそうそう、スリー、そうナイス、ありがとうございます、スリーヒーター力がちょっとバタバタです、はい、よく見てゆっくりやるんです、これ、はい、おはようございます、おはようございます、ヒーター顎引こう、ガード高くして、そうそうそう、ね、いいよ、思うままにやっていいよ、はい、そうそうそう、蹴ってお互いパンチ出して蹴ってヒーターも受けることで攻撃攻撃ヒカルのガードの練習だから空いてたら蹴ってってどんどん蹴っていいよ、どんどん蹴っていいよ、おいうるせヒカルをちゃんとガードしたいんだもんね、受け返しだ。おはようございます。ちょっと始める前は必ずグローバーお願いしますだからね。そうそうそう、それぐらいです。まだ撮影 OK の。楽しい。まだもうもっと外まで。もっと外、もっと外。そう。キックするとこじゃないそうそう、キリさん空いてたらこう行けるつもりで、イメージでこう当てるつもりで、パンチもパンチもパンチも、そうそう、遅いわと、反応が全部もらってるやろ、送ってしっかり避ける練習だから、そう、残り30秒ストレートいいじゃん、目見ると目のフェイントに引っかかるから相手の目は見ない、どうぞ、こう始めます、はい
攻撃する場所を見すぎ、分かっちゃうから。今日テレフォンって相手に教えちゃってるの、今からどこ蹴るって。目で逆のフェンサーとかかけながら、そうそう、そういうコンビでいいからね。ジャブロー、ワンツーロー。そう、いいよいいよいいよ。うん、いい、そういうこと、そういうこと、警戒してたよ、そういうこと。いきなり蹴りだと分かっちゃうから、パンチでガード上げさせておいて蹴りね。ここに一人ずつカットの練習するから、はい、あの機械グローブ巻きつけて、はい、一人一人ちょっとカットの練習する。ディフェンスが全然できてないから、はい、これ素手で相手の蹴りをガードするんだけど、はい、基本的にハイキック以外はミドルキックもローキックも全部引き上げてカットするね、はい、そのためにムエタの構えをこうやってリズム取ってるのは、来た時すぐ反応できる。ベタ足で立ってて急には無理。やっぱりこういう風に少しリズム取ってる。来たら角度は自分の斜め45度に外に、みんな縦に上げてるからそのまま持ってかれちゃうんだよ、はい、だから必ずすっきってきて、はい、外に。で低いと、はい、やっぱり抜けちゃうときはミドルキックに軌道変えられたら、はい、低いとね、はい、だからローキックもミドルキックもかなり高めに45度に外にある、はい、外にで、ついたらすぐ抜ける、はい、こっちは、はい、こっち来ていいですか。ついたらすぐ抜ける、はいね、今度は攻撃しないで俺が左右最初は順番に蹴っていくから、はい、来たものをカットして、はい、しっかりね、はい、45度の外、ちょっとやってごらん。そう、そう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 、こっち側のもうちょい外、もうちょい外、思ってるより外、そう、ちょっとじっとしてて、カットしないで。蹴りたいのはローキック、ここなの、はい、ここでもない、ここだと自分のすねがいる、はい、蹴りたいのはここ行ってんの、はい、だこれをカットするように上げてごらん。そう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 、こんなことしなくていいから、ただ上げればいい、はい、もっと上手くなったら、はい、来る足に対して膝で受けてやるとすね壊れちゃう。壊れちゃうですね、やばいですね。だからこの前スパイルやってて、はい、あれを故意にできるようになるとディフェンスもオフェンスな攻撃になるのね、はい、順番に蹴っていくから、はい、難しいことが来たら受ける、はい、でその時に、はい、もう手でバランス取ってみる、はい、こっちだったらこっち、はい、こっちだったらこっち、はい、よ、はい、そう、こういう動作です。ただ上げるんだよ。そうそうそう、バランスね、はい、そう、これどんなの来ても全部カットするよ。どういうこと、はい、このインロー、インロー、うん、こっち側来たら、はい、こっち側の内側のスネで迎えに来ても、ここ内側蹴ってはい、ここを蹴っても、はい、そう蹴ってる、ここを狙って蹴ってるから、こう蹴ってる、確かにないでしょ、30ぐらい、はい、え、どうする、こうする、うん、半端にあれする感じ、もっと内側に見えちゃう、はい、そうそうそう、それでいいです。外側、はい、もっと高く、膝高く、はい、膝高く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 、これで、はい、ついたら今度自分の攻撃ね、はい、ついちゃう、勉強になるんです。これができないと、最初のマウンドで上手い人はマイナスの
ローキックを狙ってる、左右に。左右。これ3発もらったら、もう足が効かなくなる。昨日ジムの人やってたっすね、それ。あの人、インドルと。あと、ね、打ち分けて、まあ、最初に前足が近いから、ここを潰しちゃえば、もう動けなくなっちゃう。はい。だからそのためにカットをしっかりやっていかないと。はい。今と一緒で、まず、もっと外、もっと外。外。そうそうそう。こっち外。そう。こっちです。いくよ。ちょっと動かないね。ここを蹴ってくるわけ。ここに蹴られたら効くから。それを上げて防ぐ。いくよ。そう。こっちは外。こっちはいい。こっちが外。なんで外かっていうと、まっすぐ上げて。持ってかれちゃう。こっちに。まっすぐ。そうそう。難しいな。難しいな。そうだから、パンチとかして足来たらすぐか。外で。結構難しい。ちょっと練習やろ。外も難しい。今度は、ついたら切り返してみて、はい、こっちでもいいよ、どっちでもいい、蹴りやすいとか難しいんだよ、これを今ちょっとしてるからあれでも動きながら全部やる狙って蹴って、ここが痛い、ここが痛くなる、こうそうそう、で、すねで蹴られたらすごい痛い、こうじゃなくて、ここで蹴られてる痛い、もうちょっと意識するの高いな、まあ、そうだもうね、ポンと掘り上げて、こっから先でポンと。もうそうそうそう。OK。まだできてるからね。はい。さあ、一回水入れて、はい、あのスパーリングをやっていこう。はい。ヘッドギアある人は、なるべくつけた方がいいね。はい、なかったら、ワゴンのみんなで借りて。ヘッドギア、確か、あの、練習用とかあるんで、ここに1個ぐらいあったよね。はい、あります。1本、これが1本これ赤いのは、あの、赤いのは割り上げて全部ある、全部あるね。はい、大丈夫。あと自分で作るといいスポーツにらしくない1本はもう1本あるんですじゃあ次からね、皆さん待っててくれたんで、スパーリングをちょっと、まあ怪我しないように、それぞれのレベルに合わせて、だけど、ヒカルなんかも出来上がってきてるから、ワドもやりたいみたいだからね、ちょっとずつ、あの、少しずつ上げていって、あの、こういうね、ガチンっていうのはいらないんだよ、スピードとタイミングでいくかな。そのスピードでね、それに合わせてディフェンスをして自分でコンビネーションの中で組み立てていくっていう、少し高度な練習をね、入れていくんで。怪獣強かった。怪獣強いっす。怪獣にやられたんすもん。ボディ5発くらい、ボンボン。コンビネーション早いっす。みんな今、シャドーボクシングでちょっと体温めてる。今日はね、あの
のガチガチ行くっていうよりかコンビネーションを試そうよ。はい、そしていきなり蹴っても当たらないから、はい、ジャブロー、ワンツーローっていうのね、もう基本で、はい、ワンツーミドル、はい、ちょっともう特にワドはもう相手にダメージ与えたい与えたいっていうのに蹴るんだったら蹴るだけになる。あれは見やすいから、ひどい逆にあん中にパンチが入ると、はい、やっぱり4択になるわけ、はい、蹴りだと2択だけどパンチが入ってくるとどれが来るか分かんなくなる、はい、分かりやすい。絶対その方がいい。了解です。今日はコンビネーション、もうタンダはダメ、一発当たった、一発当たったっていうのがね、はい、中でできるか、もう機械ができるはずだ。それをやんないとできないから、はい、膝はつけてないんで合わせるだけね、はい、だけど転下をやってみたい人、はい、組み膝10秒でブレイクさせるけど、試したい人は試してみて。組み膝って組み膝組み膝、ただ当てないようにね、そこはちょっと優しく、そうそうそう、触れる、そうならないと思うけど、もう特に和美ちゃんはもう興奮したらガッツリいっちゃう。今日でも大丈夫だと思います。アスペはあんま出てないです、うん、じゃないと相手にも返されて怪我するよ。最初どの順番でいきますか。さっきの順でいこうかな。はい、順で俺、どうする？2ラウンドずつやりたい、それとも1ラウンドで回したい？1ラウンドはできるよ、1ラウンドずつの方。まあそうですね、1ラウンドずつでやりましょうか。その方が集中で2ラウンドボロボロになっちゃうからね。はい、今日は技術中心に、はい、じゃあ、キャッチ飛行と、ヒカルから行こう。な、2分ですか？2分。3分じゃないですよね、2分です。ちょっと待って、2分30で行こう。考えながらやるために。はい、2分30。ちょっと2分だと短すぎてガサガサって思うから。で、カル入ったよ。つくよ、ね、必ずつくよ。これなんか取っちゃおうかな、ちっちゃいな。下から入れないと大丈夫だよ。さあ、次かな。うんこしたい。ちょっとね、顔面のダメージだけちょっと怖いんで、
あのそんなに打ち込まんでね、むしろスピードと正確性で、はい、立ち打ちがうまいから、はい、あの光が返した分だけ返してくるからね、はい、でカットしないとローキックも徐々にそのダメージが蓄積していくってことも勉強してね、はい、あのセブンはうまいよ、はい、ローを狙って潰してくるから足を動けないように、はい、しっかりカットしないと、はい、じゃあ声をお願いします。はい、2分半、はい、始めます。お願いします。いいぞ、いいよ、今のいいよ、パンツから蹴り、硬い硬い、せっかく縄跳びで柔らかくなってフットワーク使えてたのに、フットワーク使え、そう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 、そうだ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 、それでいいんだよ、すぐ打て、すぐ打て、もうちょいチャンスなんだから、もうちょっと行っていいぞ、強くやりたいんだろ、うん、立彦全然まだエンジンかけてないよ、お前行かないから、うん、おい、そうだそうだ、行け行け、相手が攻めてこないんだから、コンビをもう一回同じの行けもう一回もう一回、今のもう一回、コンビネーション、そう、おい、もう一回ハイキックも慣れた、ハイキックもいいぞ、試してみろ、打ったらすぐ下がる、そしたら、はい、打たれっぱで終わんないで、打たれたら打ち返す、うん、おい、ナイス、いいよいいよいいよ、いいコンビだ、残り30秒。ああ、いいです。聞いて気をつけような、はい。試合だとあれになっちゃうかな。はい。コントロールできないと技じゃないから。はい。いいよ、今のコンビなんかいいよ。できれば最後蹴りで終わってほしい、はい、光は俺の言ってること分かってるなって、ありがとうございます。しかももう一ラウンドいける、ワードはい続けて、いいですよ、ありがとうございます。ちょっと1分間置こう、はい、光、横隔膜を開いて、はい、鼻から吸って胸を開く、そう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 、それで酸素を入れてやって1分で心拍を元に戻したい、はい、じゃあずっと待ってんじゃなくて、ゆっくり歩きながら胸郭開いて鼻から吸って口から心拍数を元に戻す、はい、1分間、そう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 、試合の時にやらなきゃいけないのは心拍数を元に戻す、はい、コンビだぞ、コンビ、から頭振れ、頭振れ、じっとしてないで少し頭振れ、そうそうそう、体をリズム、そうそうだそうだ、ワード向けよ、もらえっぱじゃないぞ、
そういう単発じゃない、手から行く、手から行く。光はちゃんとカットしないと、もろを効いてくるぞ。はい、光今ミドルで終わったらよかった。はい、蹴りで終わったら。ローキックのカットが内に入るから持ってかれちゃうんだ。1周経過。はい、おい、高いけ、高いけ、見合っててもしょうがないぞ。どっちも怖いんで行かないと。はい、いいよ、今のいいぞ、いいぞ。そうだそうだ、おい、いいよいいよ、それ技術あんだぞ。放っていくの、光はすぐ使えたの。今のコンビネーションもいいぞ。はい、はい、光スイッチ入れろ。膝で膝、左膝、左膝、左、そう組んだら左だよ。背中を攻撃しちゃいけない、はい、ブレイク。背中を攻撃しちゃいけない、こっちの膝、今だった。もう一つだけ作れ。まだまだいいんだよ、時間いいんだよ。もう一回蹴ったらいいや。おまけ悪くないんだぞ、はい、ポイント的に同点だ今。あれ、ごめんごめんごめん、あれがね、おまけ悪くなかったぞ。よし、オッケー、なかなかいいテクニック。オッケー、マスピース息吸いづれ、ちょっと疲れがな、はい、まってるな、ま、これもスタミナ上げる練習だから。まず一回休む。はい。最後は多分綺麗です。俺ケンちゃん。いや、ボンちゃんマスクだった。ケンちゃんはスパーリング形式で攻撃してきて、はい、攻撃の練習。よし。あまり鉄ギア入らないから。なしで。いやいや、なしで。それでもきっついのやつですよ。チェ。まあいいね、多分大人用だけど、はい、ね、ヘッドギアが入らない。動けない。なんでつけたんだよ。動けない。スパーリング形式の攻撃の練習ね。よし、行きましょう。カーンって。いいやつで、いいですか、いいですか、止めないで、当ててみよう。ミドルキック出てきたやつ、ディブキック。もっともっとディブキック、ボディーじゃん。すごいディブキック。もっと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 。もっと。倒れないよ、そんなに。遠慮したいでいいんだよ。そうそうそう。ちょっと綺麗ですよ。はい。はい。こっちも、こっちも。そうそうそう。こういうとこ。そう、ナイス。今度パンチから蹴ってもパンチから蹴って。そうそう、ナイス。1分経過。おい。何もしてないで、なんでよろけてるの。おい。
い、もうデビルキック炸裂してる。はい、ミドルキック、ミドルキック、ミドル、はい、1回、はい、1回、はい、1回、はい、そう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 、すごい、すごい感度、そういうことだ、そうだ、これぐらい外踏んでいいんだよ。はい、もっと膝先をボーンって蹴り出す。そう、一回、倒せないよ、行ってこい、残り30秒、もうしっかり行ってこい、倒すつもりで、そうからローキック、パンチから、パンチからローキック、おいおい、ナイスロー、おい、なんか聞いてきちゃった。今日倒れたら面白いです。言いちゃった。あるくらい。多分綺麗ですね。体幹トレーニングやってるのに、やっぱりよろけちゃうね、ちょっとね。これやり込んでからだと、あっちのジムでどんどんスパーリングやってかないと。はい。辰彦と、はい、ワド。辰彦の使い回しが激しい。何買っちゃった、辰彦。いや、ローキックいけんよ。そうっすか。デブイッチパンチとかさ、すごいコンパクト、一番いいパンチするんだよ。めっちゃ綺麗。あとはその当てることを覚えていけば、今やったらほら、当たる前にこういう風にやった、じゃない、ポンって当てるね。あっちのジムでドンってやり込み、はい、そうそう、あそこのコーチ、いいコーチ。辰彦も変なローキック打つな、はい、痛いのすね。この前ちょっと怪我してしまって、はい、え、右爪ちょっと怪我してしまって、まあ、はい、その感覚だけな、はい、カット反応できるよ、はい、もうちょい上げていいかな、はい、パンチも軽く当てて、はい、わざわざ5引いとかないと、2人ともやっぱり打ちたいってなると顎が出るから、はい、あそこ立ち込まんとカウンターのするのうまいからね、はい、一回ちゃんとグラッとくるよ、はい、わざわざ今日調子いいんだから、そのままコントロールして、あんまりこう真っ白になってわっていかないで、はい、さっきみたいにコンビって言ったらコンビ出せるんだから、はい、あれをどんどん試して、はい、インローもインローも受けられないんだから、はい、相手にダメージを与えるやり方じゃない、スピードとタイミング、タイミングを合わせる、はい、グローバーして、もうちょっと行っていいよな、もうちょっと行っていい、スパーリングなんだから、仕掛けて打たれないと来ないから、ポンって入れてやったら少し早めに、そうそうそう、そうやってローキックのカットができれば慌てる必要ないんだ、今みたいに、もったいない、相手バランス崩してるんだから、カットしたらすぐ攻撃なんだ、そう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 、当たったらそこにいない、はい、ヒットアンダーウェイね、はい、やっぱ光ちょっと疲れたなっていうのはちょっと動きが深いな、お前もちょっと柔らかかったな、そうそうそう、あと絶対そのコンビネーションだよ、パンチロー、パンチロー、今日はいいよ、すごくいいよ、すごくいい。
今まで一番いいよ。お前そんなまっすぐ顔上げて、顎上げて入ってったらカウンターもらうぞ。お前パチンコ打たないだけなんだから。頭振って入ってけど、頭振って。そうそうそう、そういうの少し頭振って。そう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 、そう、うまいうまい、ナイス。はい、いいぞ。足掛け失敗した。いいぞ、あと残り30秒。こういう時こそ自分のリズムを作って柔らかく、はい、早く柔らかくコンビネーションを試して。めちゃめちゃです。どんな人とやる時も練習なんだ。弱い人だからどうこうじゃなくてね、はい、確実に上手くなってるんだから慌てないで。あれちっちゃいんだよな、多分な。そしたらまあ顔面に関してはまあ触るだけで、でも触っちゃっていいよ。もう金ちゃんも殺すつもりで行きな。うまいんだから光は。じゃないとやられちゃうよ。これ始めます。柔らかくない？柔らかく柔らかく、そうそうそう、こういう時こそ柔らかく。金ちゃんもできる攻撃全部やってごらん。ローキック強いんだから。手を出さないとやられちゃうよ。手を出さないと。いいじゃん、ジャブいいじゃん。だけど当てないと意味ないよ、ジャブも。目の前でシュッシュやってたら当てないと、うん、技術的にはもう持ってんだから当ててごらん。はい、光じゃないよ、金ちゃん当ててないよ、そんな金ちゃん。1分経過。シュッシュやったらダメだ、当たんなきゃ。ガード硬いないよ。おい、ナイスロー。いけいけ。いいね、ガード硬いのいいね。おい、ナイスロー。いいね、顔面触ってごらん。そこでいくら振ったってしょうがないよ、振らないと。顔打て、顔打て。兄ちゃんも死ぬ気でやってごらん。一発当ててごらん、とにかく集中して。右ストレート当てろ。今、うまい。おい、いいぞ。いけいけ、打て、金ちゃん、そう、当てろ当てろ。届いてない届いてない、当てろ。オッケー。よかったよかった。はい。
疲れてる、いや、なかなかいい攻撃だったよ。手を出したいんだけど。じゃあ、ローうまいです。俺もうやばいっす。体力が。いや、パンチも良かったよ。あの、左足がもう痛いそうから、ローを聞いて。こうやってすると。熱っ。ちょっと水入れて1ラウンドみんな休もう。はい、息が荒っちゃって。マジさん、マジっすよ、マジで。ハルクの持つさ、左手あれ嫌だ。これ慣れてないからあれだったけど、両方使い分けたさ、1ラウンド、2ラウンドでさ、両方とも使ってて嫌だよ。最近こっちで距離するんですよ。接近戦と俺も分かんない距離感。今日は、はい、先にパニングで落としてね、はい、あれすごい高度なんです、はい、あれは使えるから。あれが邪魔で練習しないと、はい、単純なことで邪魔だから弾けばいい、はいはい、あれ何発も決まる。前さえいけるっすよ、はい、これいける。パンチがいいね、届かないけどね。ローがすごい効いてる。ローが効いてる。ここまでいってるのが入らない。いや、かなりコンパクトで、シャープなパンチ。あれ当たるようになったらね、相当脅威だよ。そうですね、脅威です。いや、マジでうまいっす。綺麗です、うん、で、ローキックで足に集中してると、ちょっと前からみたいな、その時パンって当てたらいい。当たるから。やっぱりね、当てたことないから、途中で戻しちゃって。当てていいんだ。あれを向こうでやり込んだら出るようになる。バイトってさ、失礼だけど全然いけるよ。今日だって久しぶりでしょ、こんな本気で打ち合ったの。何年ぶりでしょ。全然悪くないな。悪くないです。いや、バイト強い。フリコさんでや、間違えた。おい、知らない、結構の瞬間にやったな。本当にガチでロー3発入れられますか、4発か。もういい、ひで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 。俺に言っても効果ねえよ。昨日の夜用意してきたときに。スタミナが全くないで、あの手が出せない。あと届かない人。あ、これそう、これ距離のやつですよね。取り合いのやつ、前の。でもね、理屈はね、はい、相手は顔を狙って打ってくるわけ、はい、ってことは、相手が動いた瞬間に5センチずらせば、はい、もう当たんないんだよ、永久に。です、ね、理屈はね、はい、特にプロとやる場合は正確に狙ってくるから、ほんのちょっと外せば、もう当たんないんだよ。ブロッキングもうまかったよ。はい、上手です。しっかりガードして、顎さえ隠しとけば、うん、まあ KO もらうことない、うん、上手です。あんな、こんなハエが止まっちゃう。まっすぐ倒れるわけない。逆にローキックあいつもらったら危ないよ、うん、本当に。いや、そうですね。金太さんもローが来るって分かってるから、ミドルキックも混ぜていけば、うん、ミドルだと思っててローとかさ、うん、そしたらいい感じだね。スカート。なんかあの動いてる時は僕ローカットができないですよね。うん、それもね、はい、やるしかない。やるしかない。意識して意識してですね、うん、なかなか僕ダンスのカットがやっぱり下手くそです。あれね、はい、やっぱやつは曲心ですよ、はい、狙って前足潰しに来るから、はい、膝潰すって言ってることはサイドにステップして前から来る、はい、それ避けづらいの、はい、だから光のフットワーク使えるから飛距離で受けたやつですね、はい、あとはもう、もう今日は意識してローも一本ももらえない。来たらカット、来たらカット、はい、もう意識してやるしかない。はい、意識する。ひどいやろ、放置ばっかり。いや、こればっかり、しょうがねえな。膝入ったっす、黄色さ。だけど、なかなかそれぞれみんな仕上がってる。肘入っちゃった。なかなか仕上がってる。カイさん、うまいな。ローめっちゃうまいですね。ホールあれじゃない、そう、思ってたより銀ちゃんやるんじゃないの。嫌だよ、戻るまで。今日初めてだよ、あんなのテンションでスパリングやるの。なってますよね、絶対。悪くないよ、お世辞じゃなくて。初めてなんだから、真剣にやったの。30秒使いますよ。30秒倒しましょう。そういえば強いよ、それなりに。あのね、ヒカルたちはさ、今自分のジムに行ってるんだね。そこで毎日サーキットやってて、先週ほとんどもう休みがない。
そういう状態でまあ言い訳するわけじゃないちょっとね、光の今疲労が溜まってるから YouTube なんですよね。まあ怪我したらつまんないです。彼らはね、明日まあ、俺も行かせてもらうんだけど、光のジムで明日のセコンドのミノアマンとね、スパーリングがあるんだよ。だから怪我しないとね、明日のためにこう自分のコンビネーションがなんないっていうのをしっかり試しながら、いろんなことを試してみて。明日みんな楽しみだよ。光対ミノアマン見られるからね。絶対見てね。金ちゃんもやるかもしれない。あれだ、今日はあれだ、パソコンじゃなくてさ、4万レンズでやってるから。俺は明日、今ちょっと見学に行かすんだ。まあやっぱりさ、俺たちは素人で技術ないんだよ。そしたら何をお客さんに見てもらうかって言ったらさ、もう気持ち見てもらうしかないんだよ。もう俺たち技術ないんだからやろうっていう気合をさ、やっぱりどん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 見せてほしい。金梅にも光にも和道にもさ。和道は今日どういうわけか調子いいんだ、すごい。え、今までやったことがだんだん形になってみないの。いい、悪くないの今日は。今何時かな、9時21分です。あ、じゃあぼちぼち、もう一人やって、小屋入れて締めるかね。小屋 VS か、風道。じゃあ控えるやるか。はい。今日はちょっと見すぎだよ。固まっちゃって、あれ打ちやすいの。この前のがやりづらかった。ありがとうございます。こうして柔らかくて、はい、こういう風に振る体を。はい。要するにさ、はい、まとも動いてると絞りにくいじゃん。でもああいう風にさ、じっと立ってると当てやすいの。つらい。頭を少し振っておけば、はい、あ、どっちなのかな。蹴ってくからカットな。めっちゃ効いてる。これもそうか、俺の動きに合わせて、はい、少し体柔らかく、まあ、フットワーク使えるんだから、はい、フットワークを使っていく練習をしたの。はい、もう今ベタ足でこうなっちゃってる。そうです、もうでもこうやってやってる。そうじゃない、はい、柔らかく使う、はい、柔らかく柔らかく使う、はい、そのために縄跳びやったりしてるんだから。はい、俺もフットワークできるこういうの使えるんだから。はい、前で処理する。来たらパリングって分かるか？ジャブ入れてきたら。あ、これジャブ。で、頭少し。さあ、足んないから。はい。こんなに受けること。はい。こっちの手で処理する。こっち。こっちはこっち。右ストレートはこっちで処理する。はい。いくよ。はい。
試合の時に。はい、わかりました。今日すごいね。はい、まずは休憩です。こっちからもうちょっと上げてやってもね。 OK です。よっしゃ。回転ね、回転パンチの強さで。はい、スピードだけ。あ、くそ。始めます。よし、お願いします。お願いします。そうそうそう、テーマテーマ。あとはどっかのタイミングで切り込んでいかないと、もう主戦一本になるぞ。はい、ああいうのが入っちゃうと3発って聞いたよ。カットね。はい、ちっちゃいんで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、次キンちゃんだよ。おいおい、ちょ、ロープ緩いんで、ちょっとライク危ない、後ろに落ちちゃう。1分経過。体入れ替えない。クリンチだ、そういう時はくっついていけ。はい、
ちゃん、金ちゃんの文字ついてる？はい、大丈夫です。大丈夫です。なかなかワード良かった。ワードさん、綺麗ですね、今日は。あれぐらい光るもね、落ち着いてるといいんだよな。あんまりバタバタしても。もうあれだ、金ちゃんの方だってもらってたんだけど。癖になるから。はい。やられることでした。しないと。ナイスの。そこまで踏み込んで当たるよ。今は良かったですよ。右ストレート当ててごらん。このラウンドで一発でもいいから。そう、ナイス、当たった。今ので距離分かったよ。レディー。1分経過。飛んでいくかと思ったんですか。飛んでいくかと思ったんですか。
やわらちょっと挑戦を受けてやってくれ。わかるよ。じゃあ壁がつけとるな。これもそれつけな。宿命対決。和道さん VS、連日 お騒がせクソガキ、こうや。さあ、因縁の対決。どうですか、和道さん。勝てるかな。まあ、相手は強気ですからね。ちょっと加減しないけど。若手後半ミス。余裕だとか言ってましたね。タイトルも全然違う。外れちゃえ、ぶっ飛ばしてやら。うわ、当時がもう湧いてる。いいか、これは違うもんね、若いし。スパレットの中だけでさ、お前が掘ったんだからな、はい、男らしく一着つけろ。はい、刺しで。男なら刺しでやろう。じゃあ、いいですか、皆さん。誰も助けてくんないと。3分来たんだ。2分。1対1だな。2分上等です。2分します。ちょっと2分でいい。2分でいいな。2分でいい。ちょっと待ってください。一回セットします。本気でいくよ、お前。殺されちゃうぞ。はい。よし、じゃあ行きますよ、皆さん。皆さん、じゃあ、よーい、スタート。おお、初っ端から。おい、おいいぞ。おい、おい、おい、いいぞ。あ、もう睡眠でいく。マジでこうよ、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 2分半でよくない？2分半、まあ、一応2分にしたんで。ローキック狭く入ってるぞ、大丈夫か？はい、ラスト1分、ラスト1分いきますよ。おい、頑張れ。うぇい、なかなかいい気合いじゃないか。これやって、これうまい。根性だ。あれ、ガッツあれ。おお、おお、あれ、あれ、ちょっと、あれ、気をつけろ。うん。あれ、これ30秒。頑張れ。あれ、これ20秒。集中しろ、こうや。集中しろ。ラスト、集中しろ。頑張れ、構えろ。構えろ。やられても行け、行け、ナイス、やられても行け。ラスト10秒、7、6、5、4、3、2、1、オッケー。はい、最後グローバーしてちゃんと。ありがとうございます。はい。頑張ったよ。頑張ったよ。頑張ったよ。すごい。めっちゃ頑張ったね。やるじゃん。かっこよかったよ。すげえ。金石って。金石って。ちょっと喧嘩っぽくなったんですよね。まあ昨日うちだな。うわ、すごい。なかなかお前男らしいじゃない。よくやったよ。
戦いだった、2人とも思ったけど。おー、勇気があるよ。すごい、気持ちがやっぱ強いわ。まあ、これで水にならせては言わないけど、まあ、昨日のまあ、うん、ワードも言いたいことあったんだろうけど、まあ、拳で次はまた、俺らしくでまたちょいちょいあと2回ぐらい、あと2回あるから、これ1回だ、1回ぐらいです、あと1回です、2回やりたかったら2回やるよ、うん、緊張してやるよ、はい、まあ、バイさんこれからジムにやっぱ通ってくんで、いや、それで試したくなったらまた俺、ね、どうしたバイさん、うん、最後、フルパーするの時刻が始まる、時刻が死にの頃死にの頃、ノレさんと、東京先輩とても経験者同士の、スパーリングになります。上原さんだ、よいしょ、もっと頑張ろう、これは大丈夫、行かした、大丈夫、ナイスファイト、ナイスファイト、どうですかね、これであの2人の本気が見えるんですね、勇気ある、すごい体格差、勇気って何も動かないからじゃないか、スタート攻めて偉かった、ちゃうぞ、カットしないと、はい、残り1分、切りちゃうぞ、うわっ、やった、集まって締めよう、一回タバコ、タバコ吸ったらみんなタバコ吸ってまあみんな今日気持ちよく汗かけてね、最後にそれぞれにまあ自分のテーマが見つかったと思うから、結構好きあるぞ、
下の隙がこれからまだあと2週間ぐらいあるからそれぞれのジムに戻ったりそれぞれの練習に戻って自分の今日の宿題をね持って帰って金ちゃん今日よかった本当に光くんこうやも今日はな根性見せてよかったみんなよかったもうやっぱりあれだ練習したことがここに来て身を結びつつあるから、はい、必要以上にもうバタバタしないのでよく見て、はい、まあ頭がいい頭使ってね、はい、体が慣れてさ、そうです。多分広がってますね。今日から行くから、ホテルとか行ってもらってもらえるんで。火曜日のとか、行くときは抜いてね、しっかりね。あと、嫌われてるぞ。4年ぐらい前からはい。あ、閉めよう。4年ぐらい前から。よっしゃー。おい。どうですか、どうも。ありがとうございます。いいね、サウンドじゃあみんなで最後ね、全員とお互いに全員。山さん、よろしくお願いします。頑張ったな。ナイスロー。よし。ありがとうございます。じゃあみんなそれぞれ自分の課題がね、見つかったと思うんで、また次やるとき、みんなの進歩楽しみにしてるんで。怪我ないようにまたやりましょう。はい、はい、金ちゃん今日素晴らしい。すごい。素晴らしい。すごいよ、うん。みんな良かった。和道も良かったし、ね、光も良かったし、声も良かったし。最後お願いします。ただまだ今日ドレさんと戦ってないんですよ。次回ドレさんとはガチバトル。やろうやろうね。じゃあ飲み行きますか。こっちのトレーニング。韓国帰るぞ。終わっちゃったよ。なんかね。終わってる。すげえな。充電所で。終わってるか。終わってないか。じゃあちょっと一旦終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。集中してよかったです。ノーカットがもう本当にできない。それもね、向こうで教えてもらえな。はい。もうしつこいぐらいの。はい。あれ3発もらったら、もう動けなくなるよ。本当にやばいです。痺れて。はい。やっぱりね、セブンはローは得意なんで。はい。結構上から落としてくるよ。はい。あれしっかりカットしないと。こういう、あ、なんかで、そう。ちょっと、あ、入れてくるんですか。それ緊急時入れてくるのか。はい。どうなんだろう、こう前撮ってるのにこう打ち合ってるんですか、うん、この時はこっちが見えないですね、こういう感じで撮ってるな、こっちなんです、こっちなんです、こっちなんです、結構至近距離から撮ると思う、はい、うカットができないんですよ、見えないんですよ、メイラちゃんも動いた瞬間反応する癖をつけないと、足から動いたらこう自然と上がるらしい、あ、そうですね、これも練習するし、立ち込むスピードはもうついていけないの、見てから反応したんだよ、もう動いたから、とりあえず上げてるだけです、難しいなぁ、ローリングショットローリングショットすごかったこんなにバッチリバックブロー来るからもさ回転切れるって誰でもできるんだよ、光たちもできるんだあれに肘が入るからね、やっぱり至近距離で団子になったら来るよ、肘が、だから近い距離はもういないことだ、もう今度首の取り合いしたらすぐ肘くるから、多分すごい練習してるあいつは、はい、やっぱ肘はねもらうとね顎に入っちゃうと結構ガッくんくるから、はい、スイッチはスイッチなんか僕合わせたのはなんかリズムみたいな、はい、こういう感じの練習しとったらいいって
たせかスイッチうまいですね。早いですよね。YouTube で見て、なんかこういう練習パスコンでなんか撮ったらなんかこういうマスク入れてる。あれ先生か。歩きながらでも、はい、後傾で、こう変えてしまったら、絶対こっちに行くのが分かるんで、もう、こう傾に行くのが分かるんで、めっちゃ太もみたい。こうや、蹴りだけでもちゃんと光くんに押してもらえば、24-6。体重の割に重たかったよ。ですか。これガッツあるですね。こいつ別に試合出ないから。ガッツあるからすごい。さすが未来の大物配信者。大手配信者。ルーキー。スーパールーキー。イーストブルーの覇者。覇者。ふわっちイーストブルーと。あ、ぜこ来るたんびに調子悪くなる。最初すごい強かった。来るたんびに絵づく回数がだんだん弱くなる。いや、多分みんなが強くなってきて。違うよ。お前な何かが悪い。太りすぎる。毎日酒飲みすぎちゃった。ちょっと結構安すぎました。うん。あともう遅い聞こえます。今日は本当に良かったよ。配信だから言ったわけじゃなくて、よく見てた相手の動きを。綺麗だったっすよ。あれぐらい落ち着いていいの、はい、別にそのテルがどれだけ早く動こうかね、はい、要するに余裕がないから早く動こうとするわけ、はい、そんなのね、かわしちゃえばどうだったの。ヒカルはエンジンかかるもんだね。長いですね、なかなか入んないですね、なんかエンジンが。まあ試合になれば別だと思うけど、はい、打たれた瞬間スイッチ入るか、強いの入ると、入ると急に急になんかあの危機感感じてなんか集中しちゃう、集中できる。できれば、はい、それって相手が組み立ててるね、はい、じゃない、自分から動かしたいんだよ、はい、できれば。そうなんですよ、スイッチ入れてきたやつの瞬間やっぱりこう待つ立場になっちゃうとどうしてもらうから、割と極真だからそれなりに組み立てて、はい、多分足から崩してる。蹴り能力はないけど、はい、正確さはね、はい、パンチなんかいっぱい打ってきそうな感じしますね。何だって、金ちゃんは全然パンチもない。何だろう、コーチは何も言わないでしょ、あいつに。僕なんか、宮津さんがコースかかってきたんですよ、うん、で、どれかに一言お願いしますって言ったら、うん、フリッカーはマジ危険っすみたいな感じで、ブルさんのフリッカー、そう、それに言って、自分もフリッカー、そうそうそう、あの、スパーティング見たら思いっきりフリッカーで、えっって思う。あれびっくりしました。フリッカーっていうかね、あの人お金あるから、自分の人は注意しないんだよ。好きにやらせてんだよ。そうだろう。お客さんだよ。だもう、お上手お上手ってやってるから、はい、ガードもなんもないもんな、ミッド蹴るにしても、ウェアウェア。いや、そうですね、なんもなくてもガンブランやってる、はい、癖が、モーションモーション大きい。思ったよりは強いパンチだったよ、蹴りも。蹴りはあれ、足が悪かったけど、パンチは強かったよ、想像してたよりは。でも、あんだけモーションでかいな、まあ、わかんないな、狭いからね。この大きさすね、もう持ってていい、これ一回りを、この青いところぐらい。ああ、もう変わんないですね、みんなどこ行くの？どこ行くんですか？まずさ、鳥行きましょう。え？鳥行くですか？筋肉、あの筋肉に変える。もう中村さんどこ行く？え？あの外の場、焼き鳥変えるし。ああ、そうですか。あの歌舞伎の昨日外のあのガーデンとかありつつじゃないですか。あそこで焼き鳥。一人買ってさ、はい、うまいんだ。外で食うんですよね。歌舞伎うまいの。今日日曜日でしょ。昨日はなんかその変なカップルがそこに陣取ってたんですけど。日曜日だ、ね、やってるのかな。やってるんですけど、混んでるとあれですかね、あそこ。日曜日は混んでないよ、ね、混んでないですかね。あ、そっか、渋谷なの。渋谷にしようか。あの、遅くまでなると俺帰れるんですよ。あ、そうそう、じゃあ渋谷にしよう。家開けるとすぐ分かるから。まあ、みんなで歩いて行って、まあ、こんだけ若い人いるから調べて、保湿系の。あの、はい、
居酒屋。そうですね。でも渋谷解散しよう。はい。でも渋谷解散。やはり長い。おせっこも行く？どうですか？いや、金全部家に置いてるんですよ。